中共の元陸軍兵士、江光輝さんは長年、腐敗に対する抗議をしてきましたが、当局に相手にされませんでした。そこで12月4日、監察部に赴き、共産党を脱退する声明を発表したところ、5日間の交流処分となりました。釈放された後も脱党を求めましたが、当局に連行されました。12月15日、賃貸の退役軍人、 向こうさんは、10年以上にわたる陳情の模様を我々に語りました。4日、陳道の市民100人以上と中共観察部に陳情したところ、拒まれたため、共産党脱退を宣言する横断幕を掲げました。その後、拘束され、5日間の交流処分となりました。 我心里太不平衡了，我那就是打官司赢了官司，十多年就不给工资、不投保，没投保干不下退休来，所以说，我我就要求他们履行法律责任。12月9日，放されたさんは10日，再び監察部を訪れ，求我就是要退党，用退党来反对青岛的腐败。看着八当兵第一天就要求不怕死。 長年、コさんは北京で物乞いをしてきました。横断幕には、かつての退役軍人。昔は国を守ったが、今では帰る家もなく物乞いをしていると書いてあります。 コウさんは山東省新倒市出身です。1972年から1977年まで陸軍の第38集団軍に所属していました。退役後は元の勤め先の商業局に戻って働きましたが、2001年にリストラで解雇になりました。コウさんは裁判で勝訴したものの判決内容がずっと実行されなかったため、給料を得られませんでした。 10年以上当局から殺害、投獄、拘留などの脅しを受けているほか、迫害により妻子とも離れ離れになりました。そこで公に脱党声明を宣言しました。新東人テレビがお伝えしました。